こんにちは、カいバシラサブサンプロベイサブサンプロベイイイページャンサロ一番あのさ <laughs> どうにかならん <laughs> どうにかならん笑ってたのと思ったら急に怒りだすカいバシラさんどうにかならんねあなたいやすいませんあのさいやあのさっていうか、本当にあのさっつってなんかその怒り気味で言うことじゃないんですけど全然本当にねあのなんか人類じゃない生物 人、ミイラが発見されましたと。全然、あの、もう5、6年前の話なんだけどね。が、で、ミイラだったんだけど、そのミーラっていうのが、まあだから生物だからミイラになるわけでしょでね、それが、人間の形をしてるんだけど、人類じゃなくね、みたいに言われてるっていうのがね、知ってるそれがなんか最近またなんか、 いろんなところで話、えっ、ー、と、メキシコ、えっ、ー、とね、書いてるのはね、メキシコ議会の UFO 公聴会に登場って書いてるな。っていうので、またこの都度そう、上がってるんだって、議論に。まあ、っていうか、UFO 公聴会っていう、さんくさいとことこっていう感じなんだけど、あの、見てみえめっちゃ宇宙人じゃないっていう感じの美女。<laughs> 美女してんのよ。これが。 なんかね、記事にも書いてんだけど、ET っぽいの、なんか。本当に、な、ていうか、僕ね、あんまりミイラ見たことなくて、いや、ていうか、その、それで言うとこう、あの、生でミイラを見たことはない。あんたたちはあるミイラを、その目で見たこと。あの、画面越しじゃなくて、なんかさ、テレビとか、パソコンのなんか、ネットの画像とかじゃなくて、生でさ、どっかの博物館でミイラ見たことある。あんまいないと思うんだよね、多分だけれど。でね、 だからそのミイラっぽいなとかなんか本物かな偽物かなとか僕はもう全く判断がつかないんだけど、見る感じ、本当に ET。もうなんかもう、なんだろうね。良くない作りの ET のグッズ <laughs>。なんか、もうどっかのなんか、 良くない業者に作らせたグッズみたいな、なりしてるの。これがなんか、いやでも人類じゃないぞって言われてんの、この生物のミイラが。だけどすごい人類に見えんの。人類って横は人型っぽいから、地球外生命体なのかな新しい生物のあれなのかなっていう感じ。まちょっとこれ、あの、ギガ人っていうね、僕ギガ人ってサイト好きだからサイト見てんだけど、本当かどうかわかんないよ。人類ではない生物のミイラ化した遺体がメキシコ議会の UFO 校長がる。ほら、ね 出来の悪いグッズみたいでしょ <laughs> あ、合ってるでしょ <laughs> ねえ、ねえ、はぁ買い柱何言ってんのって思ったでしょだけど見たら、あーねってなった人多いと思う。確かに出来の悪い ET のグッズだわーってなった人多いと思うんだけれどね。ぽいよね。なんかさ、で、このギガ人ってサイトはなんていうのガジェットに関するニュースだとか、なんていうのそういろいろまあ、 結構多種多様な種類のニュースを取り扱ってんだけど、あんまりこういう、なんて言うんだろう、口頭無形な、んーって言ったら、あれですが、オカルトティックなものはね、あんまこのふざけ倒して、あの、か、取り上げたりはしないんですよ。そこが取り上げるって珍しいな、みたいな。な、なくはないよ。なくはないけど、珍しいなと思って。だから、なんかな、いわゆるその簡単にフェイクだなんだとは言えない次元にありそうな気はするというかですね。面白いよね。 二体あるって、この遺体が。そう。ミイラってどんな感じなんだろうだからなるって言ったら。これかなりさ、で、んなんて言うんだろう。だから素人目には、乱暴に言っちゃえばさっきのグッズの話もそうだけど、ちょっと砂で固めた、みたいな感じにも見えない。子供が砂遊びをして作った人型の、とか。ね。そういうな感じにも見えん だからさ、わかんないんだけれど、これが2017年にペルーで回収されたと言った。で今回それが、あれなんじゃない ?UFO 校長会っていうのに、メキシコのね、メキシコ議会のそういうところに登場したからまた話題になっているんだと思う。あの、全然最近のニュースだよ。まあ、ミイラだから遺体だよね。大きさ的には、ちっちゃいってかなり。その成人男性よりもずっとギュッと、あのね、幅は取らない感じって <laughs> 書いてますよね。うん。はいはいはい。 見て。こうやってこう2体並べてやってね。これはダメだぞって。さあ、じゃダメぞって多分、その、博物館の偉い人じゃないかわかんねえけど、ダメぞって感じで見て。で、指が3本って、ほら、これ指が3本。もうこう見ると、だから、なんか思も思った痛い,い、あの、ミイラと違う感じだよね。なんかこの、すごくさ、ここ,こら辺も細くないあの、ムサシうどんってこんな感じだよね。<laughs> 平べったい感じしないなんか <laughs>。 <laughs> 武蔵野う知っとる知っとるあの、フィラベッタいうどん。<laughs> うまいんだよね。<laughs> あ、ぽいぽくね <laughs> なんか。なんかね、だからこの、本当に作り物っぽい感じもするけど、そのロマンを追求して、そういうね、野暮なことは一旦置いといてですよ。なんだろうね。だとしたらその生物、その人間がミイラとしてなるときってこんな形に絞むのかなその水分とかが抜けて。それとも、やっぱり別の何か。 宇宙外、地球外生命体的なやつとか、まだ分かってないって書いてるな。遺伝子検査を行えば、えっと、これが何かっていうのは分かるらしいけど、それが行われるかどうかすら分からんって書いてる。で、その関係者の一人が、まだ,だから分かんないから、それが。正体がね。分かんないんだけど、一旦は地球外生命体みたいな表現はしたくねえ、みたいな風にも書いてるね。なんでだろうね。 <laughs> なんだろうね。あの、かやっぱあれか、こういう警察に地球が生命体じゃねとか、僕みたいになの、ET っぽくねとか、まあ、あれかな、なんかそんな言わん方がいいのかな。なんかロマン感じるとこうなっちゃうけど、まあ、そもそものいた、ミイラを知らんもんでですね、僕は。だからなんか,かそう、軽はずみに言っちゃうんですが、どうなのその、自信2期はおる、ミイラに。ミイラ、もうミイラを研究して結婚になります。 さあ、結構な年月が経ちます。足っていう、さあ、人がいたらさ、お話聞きたいんですけれども。なんかちなみに、ちなみにですけど、発見した人、えっ、ー、と、マウさんさんって言うんだって。言いづらマウ <laughs> さんさん。マウさんマウ、うん、さんでね、この人は、この、この遺体、このミイラを発見するさらに前、2015年頃に、あのね、またやっぱ遺体、 ミイラ化した遺体を発表したことがあるんだって。それはエイリアンのものとされてた当時。だけど、正体が2歳の男児の遺体だったと。そうそう。だからこの人は別に今回が初めてじゃないから、だからそんなにその軽く、僕みたいに矢馬的に、 あれだ、これだっていうのは断定したくないってことだろうね。そもそもが前発見したのが人間だからっていう。そうそうそう。まあでも不思議だよね。こういう風になるんだね。なんというか、その人間の体っていうか元の、なんか、ミイラ化するに方法とかなんか、なんか読んだことない本で。ミイラになれる方法かな自分が。 こういう風に死にましょうとか言って手順が書いてあるのよ。怖っと思うんだけど、それはあえてユーモアを混ぜて書いてある、確か本だったか何だったかと思うんだけれどもね。えーうん、いや、なんか面白いなと思って、久しぶりになんかこういう、あの、なんだろう、不思議ニュースみたいな話でしたけれども、みんなはどんな見解でしょうかはい。というわけで終わってきます。帰りでしたバイバイ。じゃあね。